はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はインスタントオーディオ社が発売しましたクイックベースというベース用エフェクターを見てみたいと思います。これの購入理由は、前のクイック AG という同社が発売しましたソフトウェアがとってもよく、今もアコギには必ずと言っていいほど使ってみるというスタイルを続けていますので、キャンペーン価格のこの折に導入してみました。村長ミュージックスタジオ。まずはデフォルトの設定にします。いわゆる聞いてない状態ですね。すべてのセクションがオフになっています。この状態でどんな感じになっているか、フレーズを流してみます。このように少し指板のノイズも入ったようなアクティブなベースが入っています。少しメーターに注目してみてください。今どのセクションも聞いてないはずなんですが、メーターの挙動が少し違って、ちょうどコンプがかかっているように、右のアウトのメーターは動きが少なく感じます。すべてのセクションがゼロであっても何か作用しているようですが、耳に聞こえる部分においてはさほど変化がないように思います。では難しいことを考えるんではなく、まずはプリセットから見てみましょう。プリセットはこのように別ウィンドウの方にも立ち上がるようになっています。もしくはこの左右の矢印でどんどん変えていくこともできます。このルートのところにあるのはメーカーが作ったような、そういうプリセットで、ここにこのように2つの、多分アーティストが作ったような、こういうものがあります。じゃあここから聞いてみましょう。まず一番上から、このようにすっごい歪んだものもありますし、比較的ノーマルな音のものもありましたね。じゃあ一番ノーマルそうであった70年代ロックというのを設定します。ここからスタートをしてみたいと思います。まずはサブベースの聞きを体験します。上げていきます。かなり聞きはいいですね。多分 40Hz 以下ぐらいのところを強化して、そして倍音などを付加しているんではないかなと考えられます。次はコンプレッサーです。まずコンプレッサーを切ったり入れたりしてみます。というのはなく、ここで度合いだけをボリュームするようです。これが聞いてないのと同じ状況です。
リータイプやオプトがあります。これはコンプの種類キャラというのではなく、どちらかというとアタックスピードのような動きをしたように感じました。次はその横のリリースです。そしてもう一つの横はサチュレーションです。これもまず切ってみたり入れてみたりしてみます。かなりかかりますね。ドライウェットがこれぐらいでもここまで効きますので、これを上げるとかなり歪みます。悪くない歪みですね。次にちょっと変わったダブラーというのがあります。今までずっと聞いていなかった機能です。じゃあこれでやってみます。オンにします。おー、すごい効果が出ますね。ワイド感とともにダブリングのような機能が働きます。次は最後のセクション、イコライザーです。まあローカットがあり、ベース、その次はデス W アンプ、これどう読むのかちょっとマニュアルも読んでないのでよく分かりませんが、まあ聞き度合いを皆さんで聞いてみてください。次がミドルセクション、そして、ハイ、そしてハイカット、このように、まあ、左から右へ、低音から高音への処理ということで流れているんだと思いますが、その上にキャラを決定するようにフィンガーとかスラップとか、そういうようなここにもスイッチできるものがあります。ちょっと聞いてみてください。ローカットしない動きになります。指板のアーキュレーションがかなり減りましたね。これを上げるともっと指板のノイズが出てくると思います。
変えていきます。のモードはキャラというよりも入ってくる信号に対してどう処理するかという内部処理のような機能かなというふうに感じました。最後にインプットゲインとアウトプットゲインがあります。特にこのソフトはご覧の通りコンプ系のような機能をしますので、まずはインとアウトの出力を整えて音色がどう変わったかしっかり判断した後に、どうしても音圧が欲しいときはアウトの方で上げるなり、そのようにする方がいいと思います。ちょっとやってみます。マイナス10デシ前後です。これでバイパスとの差が大きくないんではないでしょうか。バイパス方が大きいぐらいですね。これを見るとこの特性がちょっと分かってきました。もう少しこのメーターが上がる状況にしておかないと音が小さく聞こえます。もう一度バイパス、そうですね、少し右が上がり気味の方がボリュームがちょうど整うような感じがしました。このようにノーマル系から歪み系までかなりのプリセットがあるということは、かなりの調整ができるということになります。どちらかというとこれはストンプと違うわけですので、基本のベースの音作りの勉強にもこのプリセットはなるような気がしました。今日はクイックベースという新発売のソフトをご紹介してみました。村長でした。